年末だと思います。12月ぐらいだったと思いますが、ラボモーリスさんで、行ってまいりました。予算を言うてですね、ちょっといろいろ出していただいたんですが、これ、サラダとこれカッパっていうあのお肉、すごい美味しい、お肉の部位です。これぜひで、これがサーモンの、カルパッチョですね。これもハーブがいっぱい乗ってですね、美味しかったです。ハーブの使い方とかうまいんでしょうね。で、これが、ローストビーフですね。これも見るからに絶対美味しい感じでございますよね。で、僕の大好きな貝です。ムール貝とあっさりでございます。上柚子かなんか乗ってるのかな。でこれ、ひき肉系のクリームパスタ、素晴らしいですね。これも見るからに絶対美味しいやつじゃないですか。ちゃんと乳化しております。パスタもあの細めが細めで、僕細めのパスタが好きなので本当に、美味しかったです。でこれが肉か、ステーキですね。こんなもん絶対美味しいわけです。ここ肉も魚もすごい美味しいんですね。場所この辺です。円町から西大路通りを下がった、東側でございます。料理ラボっていうのはあの研究所という意味だと思うんですが、料理が本当にお好きな店主お兄さんで、気さくで楽しくてですね、行ったらカウンターに行っていろいろ喋りながら、飲ませていただくんですが、この頃、ちょっとご無沙汰でございますので、またですね緊急事態宣言明けましたら、ガンガン行きたいと思っております。また会いたいですね。よろしくお願いいたします。ラボモーリスさんでございました。チャンネル登録よろしければこちらでお願いいたします。それではまた明日です。ありがとうございます。